長岡市の中心市街地を通る大手通り、新潟県道36号、長岡停車場線は新潟県長岡市を通る県道である。本校では、県道区間を含む大手通り全体に関する事項も合わせて述べる。JR 長岡駅、大手口の駅前通り、国道351号などとともに、長岡駅前交差点から表町交差点へ至る、通称大手通りを構成する。 またその先の大手大橋通り、大手大橋を経て、国道8号の境西交差点に至る長岡市の幹線道路の東端にある。長岡市では、長岡駅からそれぞれ東西に伸びる道路を、市のメインストリートにふさわしい都市空間にすることを、図るシンボルロード計画が進められ、1985年度の長岡シンボルロード基本計画によって、その基本方針が定められた。 この計画の一環として大手通りでは、電線地中化や流雪港の整備が行われたが、その後地下駐車場の整備が決定し、合わせてアーケードの建て替えも行うこととなったため、全体計画が見直され、1990年代半ばから、これら3つの整備が本格的に進められた。1997年末までにアーケード及び地下駐車場の整備が完了し、 モニュメントも多く設置された。なお、こうした整備によって、従来6車線あった車道は4車線に減少している。長岡駅から見た長岡駅前広場と大手通り年、ね、終点終点より、起点方面昭和初期の大手通り。ありがとうございます。